大コンサートにようこそおいでくださいました。今日はですね、消防音楽隊によるファイヤーバンドの、コンサートを、夏を訪れるを、とともに、お送りしたいと思いますので、ゆっくりご覧ください。それではよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。広島市消防音楽隊です。今日はファイヤーバンドふれあいコンサートに来てくれてありがとうございます。皆さんが知っている曲をたくさん用意してきたので、私たちと一緒に楽しみましょう。ではまずはじめに、私たちをまとめるかっこいいリーダーを紹介します。広島市消防音楽隊学長、栗原千秋です。ありがとうございます。それでは早速演奏に移りましょう。最初に演奏する曲は聖者の行進です。皆さん一度は聴いたことのある曲だと思います。私たちと一緒にリズムに乗って楽しみましょう。それではどうぞ。Thank you.
か。それでは2曲目のキャラクタークイズです。顔がまんまるで赤い服を着た強くて優しいヒーローで、顔の中にはたっぷりのあんこが詰まっていて、濡れると力が出なくなってしまう。はい、誰でしょう。正解はそう、アンパンマンです。次はアンパンマンのエンディングテーマ曲の勇気リンリンを演奏します。この曲の歌詞にはたくさんのキャラクターが出てくるんだけど、知っていますか？ぜひいろいろなキャラクターを思い浮かべながら聴いてみてください。それではどうぞ。花火で遊ぶときは次の5つのことに注意してください。1、家や燃えやすいものから遠く離れたところで必ずお父さん、お母さんと一緒に遊びましょう。2、風の強いときは寝ましょう。3、火が燃え移りにくい服を着ましょう。4、水バケツを用意しましょう。5、マッチやライターで花火に火をつけるのは危険です。ろうそくや線香などを用意しましょう。楽しい夏休みに火事を起こして消防車や救急車を呼ぶことのないよう十分気をつけて楽しい夏を過ごしましょう。以上で広島市消防局からのお知らせを終わります。さあ次は虹を演奏したいと思います。皆さんは雨が降っている日は何をして遊んでいますか？雨が続くとお外で遊べないからつまらないですよね。でも雨が止んで綺麗なお空に虹が見えたら嬉しい気持ちになりますよね。この曲には悲しいこともあるけど、その向こうに嬉しいこと、楽しいことが待っているんだよという素敵な思いが込められています。皆さんに嬉しく楽しいことがありますように願いを込めて演奏します。それではどうぞ。今日水出るかな？緑の水出る。
過ぎてしまいますね。最後に演奏する曲は隣のトトロメドレーです。ジブリ映画隣のトトロから散歩、隣のトトロの2曲をお届けします。子供の時にしか会えない不思議な生き物トトロ、皆さんはトトロに出会ったことはありますか？はい、はい、草のトンネルをくぐってトトロに出会う場面なんてとてもドキドキしますよね。知っている曲があったら旅押しをしたり心の中で歌ったりしてみてください。本日は最後まで私たちの演奏を聴いてくださりありがとうございました。それでは隣のトトロメドレーです。どうぞ。Thank you.
最後に盛大に拍手を。はい、ありがとうございます。じゃあ、お手のないようにお帰りください。本当に気をつけてお帰りください。参加します。